これでこうやってちゃんと今から3面撮影で、はい、行きます、行きます。そんな丁寧な振りするな、お前。行きます。本場の力。大人の本場の力。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最高でした。3年撮影で、3年撮影です、これ。これがお前がさ、北斗七星とか言ってさ、5個しか空いてない時はおかしいと思ってた。7個なんですよ。彼が7個にしてくれるんですよ。7個にしてくれるんですよ。ありがとうございました。ありがとうございます。よし、俺らそろそろ終電あるんで。あるんです。もう本当に。あ、どうした？荷物だけ。ガチで。ガチでもう。危ない危ない。ほんとだ。ハーブコーナーと人も何でもするで。ハーブコーナーと人。あとそのロレックスだけもらっていいですか？死んだ方が早いかも。ありがとうな、みんな。お疲れ。ありがとう。力ちゃう、もうガチ。もう壁が入ってるから、ちょっと笑ってるやん。入る。大阪、これ大阪のさ、なんか高そうな、これ渡すな。ほらお前ら連絡取ってたか、お前。帰れ。はい、間違えたな。間違えた、いろいろ間違えた。帰る。あ、店やったな。反省しよう。美味しかった。美味しかった。味間違えないんで。味は確かなんで。はい、店員さんだけです。ウーバーとかやったら成功すんじゃん。なんかいい。みんな太田が叩くげよ。じゃなきゃ高くつくぜ。ダサいよお前。もうおらんわ。笑わんやつ、おもろいぞ。みんな笑うとんがいいぞ。周り笑うとんがいいぞ。うまない、マジで。あれうまかった。いや、普通美味しくない。でもピザも効いてる。場所はうまいよな。なんでなのこれ。初めて来た YouTuber のその時やそれはず、それはず。そいつと一緒のことやって。いや、そいつ伸びしろあるぞ。そいつが伸びしろある。逆に、うん、こいつ誰か気になる。それ言ってすぐ成功するぞ、絶対。正金飯食わんやから。あの人天敵な。今まで12万5000円。全員で、全員で食べる。よし、じゃあおったら俺が。おお、いいんですか。どうぞ。QR 決済か現金。もう僕ら。ある？足りる？足りるよ。ギリある？4567891012。13万。ちょうど13万。ちょうど13万。おい、ありがとう言えよ。一斉ので、ありがとう。おい、宗教団体ですか。怖いな。ありがとう。低い声で大人が。怖いな。いいよ、これが器のデカさっていうやつ。白ひげやな、もう。白ひげなれたら帰りっぽくないからな、俺。領収書、領収書。あの人多分ほんまに食らってるもん。あの壁は。これタクシー呼べるっけ。何東京で9時半とかやったら10時半ぐらいまであんちゃん。これトイレあるんちゃう。トイレそこ。そう、行かんない。いや、いい戦いやったな今日。思うかった、いい戦いやったな、うん、最高のものだ。あ、ちょっと領収書よ。絶対さ、これちゃんとしてる、領収。ちゃんとしてた。うまかった？うまかった。美味しかった。どうだった？初めて？リピーターおれへん。みんなは初めて。初めて。5回目？え、誰？5回目。え、5回目。え、5回目。え？なんで？え、覚えてる？え？アウターいる？アウター？アウター。アウター。アウター。上着いる？あ、大丈夫です。はい。あ、ミッフィーもらってるやつ。ダメ。
ダーメダーメダーメあれとあれだけ出てきた。あ、あれとあれだけ出てきた。俺半袖いい勝負してるで。いい勝負してる。失うものはいい勝負してるで。これの全然ちげえだろ。そう、100歩譲って、まあ、この辺の壁破壊されるまあいいよ、トイレだからだから狙いました。もうなんか、うん、一番被害出るとこここが迷ったけど、毛が引いてるなと思って。あーね、うん、こっちから悪しく回っても直らないからね、若干。確かに、窓ガラスもよかったな。え、これタクシー来ないんですか。来るって全然来ないですよ。なんか呼んでるって言ってんの。送ってもらおうか。あー、なるほど。店長に店長送ってもらおうか。店長に送ってもらおうか。車好きって言ってたし。車好きだったし。ジャガー好き言ってたし。ジャガーなのかな。ジャガーやで。俺絶対車傷つけない。絶対何もしない。レンジローバーかなんか乗せてください。だからタクシーで早く呼べタクシー。え、タスク君言ってたでしょ。あ？タスク君言ってたでしょ。なんで？俺らガチでやるって。ガチでやるって言ったけど。タスクもガチで。あ、でも。はい、ほ。タスク君泣きかけてたもんな。泣きそうになってたもんな。で、最後ら辺で理解してたもんね。あ、そういうことか。俺が悪かったよ、こいつらとコラボ。こいつらとコラボじゃ俺らが。みんな、みんなそれ気づいてるよ。お前追加注文するとき追加注文分だけ自分で払え。さすがやな。そりゃそうか。そりゃ調子乗ったなんで、お前は。てか無理があるからな、お前は。はい、店長から最後服剥ぎ取りました。これね、はい、燃やされた服と引き換えに。引き換えに。あの服2回しか着てない。で、何万やった？7万円ぐらいした。天心と買いに行ったやつですね。ほんで会計が？はい、12万合わせて20万。多分赤字。うん、壁より高いんちゃうか。20万マイナス出てます。もう一回潰しに行くわ俺。しかないよ、うん、全身ユニクロでもう一回潰しに行く。、うん、まだまだ行きます。もうまだまだ行く。いいライバルできたなって。あ、逆にね。はい、俺の中で思ってるんで潰しに行きます。楽しみにしていきます。はい、で、あとこの服タバコ臭すぎます。ヘビースモーカー。俺セブンスター着てんかなと思って。いや、ほんま着るもんじゃないやん。セブンスターセブンスター着てるんかなと思って。だいぶきついな。セブンスターの8着てんかな。8なんや。匂いで分かんないけど、それ着てんかなってぐらい匂いすごい。え、めっちゃ臭ない？タバコの匂いするな。するな。禁煙者で敏感なんです。めっちゃするな、それ。めっちゃ臭い。トータルじゃマイナスや。臭いっすね、あいつ。服あげるっつって、まあ、最後いいやつかなと思ったらドブ着せてきましたね。しかも顔ガチ焦り。ガチ焦ってたな。泣きそうな顔。マジで焦ってたな。全部後で帰ってきたな。自業自得。自業自得や。言ったやん、うん、俺やつ。俺もう誰も遊んでくれへんなったもん。こういうことやからな。うん、そういうこと。もうタスクも来へんなったしな。大阪まだ行きますよってすな毎回言ってたのに儲けへんだったな。新しいおもちゃ見つけた。名古屋に。うん。名古屋に新しいおもちゃ。壊せるからな。壊せるおもちゃ1個と、まあ今大阪にショーっていうおもちゃと、名古屋に、ここおもちゃ1個見つけたんで、まあ次東京見つけに行こうかなと思ってるんで、東京の人は仲良くしてください。誰かなんでお前。